なんかまたツイフェミが暴れているみたい。今回のツイフェミの暴走はまさに嫉妬や妬みの感情が絡んでる暴走なんだよ。では早速トゥーンベリゴンさんのツイートより内容を見てみてよ。トゥーンベリゴン秘宝、心優しき女性ツイッター。彼に作り置きのおかずを作っただけで一部界隈にフルボッコにされて追消し&鍵垢に追い込まれる。 CC 全然いいんだけど、こういうガジドレ志願女の作り置きシリーズみたいな、おばあちゃんちみたいなラインナップだよね。そういう決まりあるのかな。愛想笑いちゃん、こんなんで彼の支えに慣れていると思うから、わざわざご飯の名前までご丁寧に書いてツイッターに載せてるんじゃないの。わざわざ自分を下げなくていいのに、くっこ笑い。彼氏と結婚したい24歳女、彼の支えになれるように頑張って作ってる、褒めてってツイートなら、こんなボロカス言われなかったんだろうな。こんなんであたりに特有の自己顕示欲を感じてしまう。シャフ、こんなんで彼の支えになれているのかな。タッパーをきれいに並べて料理名までご丁寧に字幕付き、愛がたくさんこもった手紙もついでに見せる。やばくない？なさんの、こんなんで彼の支えになれているのかな、とのツイートに対し、袋叩きのツイフェミ。ツイフェミって、どこまで心が歪んでるの？この、彼氏を思う心温まるツイートの、どこに問題があるわけ？意味不明だし、普通にドン引きしちゃうんですけど。ネットでも、自分らは結婚することも彼氏できることもないんだから、フィクションの世界だって思ってればいいのに。感度3000倍のインターネットあたりや、デートで金出さない、家事もしない、こんな奴らの存在価値って、どす黒い嫉妬だな。見た目にもその昇魂の暗さが反映されて、さぞかし醜いんだろうな。作り置きしておくと楽よね。普通に美味しそうだけど、何が気に入らないの？彼氏がいないから？作り置きで何が悪いんだ？料理したこともないんだろうな。女の敵は会話よ女、くっこ笑い。女の歪んだ根性怖い。こいつら誰と何のために戦ってるんだ。また、生涯お一人様が暴れてやがる。一方、連中の親玉は結婚していた、などと、苦言殺到状態。しかし、このツイフェミに叩かれた女性、ツイ消し&鍵垢に追い込まれているけれど、今頃傷ついてるだろうね。でも、この女性に言いたい。あなたは何ら間違っていない。間違っているのは1億%ツイフェミだって。ほんと、嫉妬と妬みとひがみの感情全開で暴走するツイフェミの存在。迷惑の何者でもないよね。っていうか、ツイフェミ連中は、自分たちのボスである上野千鶴子氏の入籍には発狂しないわけ。まあ日頃からダブスタばかりのツイフェミだから、ボスの裏切りは見て見ぬふりなんだろうね。ほんと都合のいい人たちだよね。呆れるばかりだよ。